エルとキンバリーどっちやろう。キンバリーやろうかな。目標やねん。全チャラレジェンドでやって、わけわからんやつに、ああランダムでやったのか、ああっていうの目標やねん。あ、そう、それ教えてもらいました。これですよね。これちょっと今日はちょっと前までコンボ安すぎたから、ちょっとあ、そうか、これか。だから余裕力少ないね。あ、こうか。よし、完璧。レジェッタも、もはやレジェッタもはや止まれぬ。え、ちょあるある、これ。これマジであんのよな、いろんなキャラ使ってると。これおっぽれさんちゃう。俺がタッチ打ち。わあ、セグ。なんでやねん、なんでやねん、なんでや、なんでや、なんでやねん、なんでやねんは。なんでやねん。あ、あかんかん、上出さない。やべえ、上出さない。おらー、おしゃー。お前が見たものは幻だ。めっちゃ安い、ごめん。よっしゃー、いただきドンバリバイバイ。武士旋風脚。うぃー、攻め強い。ガールファッシュ有利の打撃神やな、このゲーム。これ安くない？ならへん。おいっとー、減る。やっぱキンバリー強くない？このキャラ。
上がる速さやばい。キンバリー楽しいな。キンバリー楽しい。すごい。やばいやばい、出てくる。おお、危ねえ。あれ、スプレーない。スプレー落としちゃったー。あの飛びが通ってしまったのですが、え、やってる。はぁ、なんでやねん。超ドロン出したかっただけなんやけど。俺のゲージ返して。マジでマジでマジで。いや、これなぁ、歩きだけむずいんよな、なんかちょっと。リバーサーでんかったあ、ごめんごめん。残ってて。しばさ出るよ、マジで。このゲーム真空マジで出ないわ。いや、てかあれラッシュで追っかけなあかんかったな。バックジャンプで露骨に逃げてたら追っかけてしゃがみタイパンやろな、あれ。下手やった。最強キャラなんですけど、マジで。いやー、厳しい。なんかチュンリこれマジできついの。チュンリマジできつい。多分やばい。勝てる気せん、チュンリー。じゃあね、これさ、レジェチャリやったらさ、大体のキャラさ、チュンリー無理じゃねえになんねんけど。どうすんの、これ。大体チュンリーきついねんけど。あとガイル。あ、無理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 。あが、流れ悪い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 。落ち着け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 。あが、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 これマジであが。ダッシュでグラップしてる。1800でちょっと停滞してますね。チュンリーに全く勝ってない。チュンリー当たったらやばいな、これ。すごっ。
や、これな、当たるよね。あ、ちょっ、ナチョナチオさん、ありがとう。もう俺、もうスプレーない。まあ人形回復するならマジでスプレーも回復していい気はする。普通に多分スプレーのそういうバランスとかはさ、普通にキンバリーがベータで猛威振ったからとかはあるで、これ普通に。断然使うっしょ。ここに、SA1 でスプレー使うかどうかも選択式でいいと思うわ。さすがに、さすがに選択式でいいと思う。別にスプレー使おうが使う前が入れ替わる入れ替わらんとか別に変わらんしな、あれ。強い、この技。強い、この技。えらい。ポイント返してありがとうございました。立ち中継振ってるだけのクソ中棒キンバリー。大ちゃんマノンでよく頑張ってるな、これ。